新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に引き下げる方向で検討が進められていることについて、塩田知事はきょう、医療費の公的負担の継続が必要との認識を示しました。取扱いの変更ということも必要なことかなと思っております。適切に皆さんの健康を守るという意味では、そこはしばらく公費負担ということもですね、お願いしたいと思っております。政府は新型コロナの感染症法上の位置づけを今年の春をめどに季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げる方向で検討を進めています。その場合、社会活動に関する制限措置が緩和される一方で、これまで行われてきた医療費の公的負担はその法的根拠を失うことになります。塩田知事は引き下げの動きに理解を示す一方で、しばらくは医療費の公的負担の継続が必要との認識を示しました。